はい、皆さんどうも、ピーマンです。今回ね、パープロ2014サクセスにて今期のイチローをね、ピーマンが再現して作ってみましたので、そちらをね、紹介していきますよ。この作ったイチローはですね、前年の成績、そしてですね、ピーマンも試合の方を見てたのでね、まあリアルタイムで見ることはなかったんですが、動画サイトギャオでね、一試合一試合振り返り見てたので、ピーマンの主観も入れながらね、作ったので、皆さんが思う今期のイチローとはちょっと違うかもしれませんが、あくまでも僕が作ったイチローなので、その辺よろしくお願いします。じゃあまずは能力から見ていきましょう。弾道は1にしました。まあ、この1はね、ほとんどの人が今期のイチローを作る場合は1にすると思います。それくらいね、前年のイチローというのはなんかいい打球がなかった、上がった打球がなかったんでね、これは正直妥当かなと僕は思いますよ。そしてミートは D の58にしました。まあね、前世紀ほどのミート力はもうないにしてもですね、衰えてもやっぱイチロー変態的なヒットがね、2014年もありましたから、それ打つんかいっていうのがね、たくさんあったので、まあミートは D の58、成績だけ見てもね、打率2割8分打ってるので、十分これくらいがいいんじゃないかなと、甘く見たら C やってもいいかもしれないね。そしてパワーは F の39ですね。とにかく去年のイチローはパワーを感じられなかった。それが数字にも現れてて、ホームランが1本のみ。その前の2013年のシーズンは7本打ってるんですよね。急激に落ちてきてますからね。ちなみにヤンキースの本拠地というのはね、左バッターがものすごく有利で、本来ならホームラン増えないとダメなんですけどね、このヤンキーススタジアムでホームラン1本のみというのは、もうイチローはパワーがちょっと限界まで衰えてきてるんじゃないかなというのが印象ですね。なので F の39ですね。もっと低くてもいいかもしれない。 F の35から下でももしかしたらいいかもしれないんじゃないかなと思いますが、僕は F の39にしました。そして走力は B の75。もうこれはイチロー見ててすげえなと思うのはね、この年来てもまだ内野安打を打ってる。昔のイチローが内野安打打つのは当たり前ですよ。足が速かった。でもまだなぜ内野安打を打ってるのか、不思議でたまらないね。40歳超えてるんだぜ、このおっさん。このおっさんに内野安打を打たれるのは誰が悪いのか、イチローがすごいのか、それともメジャーの守備が悪いのか。いや、そんなことはないでしょう。イチローがすごいんですよ。走力はね、本当甘く見たら A あってもいいかもしれないね。衰え知らず、今季も盗塁10個超えてますからね、成功率も非常に高いですから、走塁の部分では前世紀と比べれば多少はね、衰えてますが、まだまだ健在という意味では B もしくは A やってもいいんじゃないかなと思います。僕は B の75ですね。そして、肩力は D の57にしました。個人的にはね、ちょっと微妙な数字になってしまいましたけど、55あたりにしようかなと思ったんですけど、ちょっと間違えて2増やしました。増やしてしまいました。いや、肩の方はね、やっぱ深刻的な衰えが来てるね。まあまあまあ、いい球というのはまだ投げれてますがね、サードからノーバウンドの返球もありましたしね、まだいいと思うんですけど、やっぱ前世紀と比べては落ちてきてる。やっぱ肩の方はだんだんって感じですね。なので D の57にしてみましたが、甘く見たら C やってもいいかもしれない。そして守備力は C の68ですね。こちらも守備もまだまだ健在ですから、守備固めで送られるくらいですからね、まだまだ健在です。あのオルティスからですね、取った打球もありましたよね。かっこよく取ったパシっていうね、あれもあったので、甘く見たら B やってもいいかもしれない。僕は C の68。そして補給は B の75ですね。こちらも同じ理由でね、守備の方はまだ衰えてないという意味で B の75、守備力よりも高くいたしました。能力はこんな感じでございますね。正直結構忠実に再現できたんじゃないかなと個人的には思ってます。じゃあ次は特殊能力の方を見ていきましょう。特殊能力は結構つけましたね。まずはチャンス F。 まあこれはね、去年のイチローを見てた方にとってはちょっと辛かったんじゃないでしょうかね。チャンスでイチローに回ってくると、とにかく凡退っていうのが多かったからね。チャンスでもし打ってれば、まだ今季ヤンキースにいた可能性もあったかもしれないね。とにかくチャンスでの凡退が目立ったんで、マイナス能力、赤能力のチャンス F をつけさせていただきました。
そして、2つ目は盗塁 B ですね。こちらも盗塁はですね、今季10個以上してますし、成功率も高いので、まあ、これはつけておいていいかなと思います。走塁 B も同じ理由ですね。非常に走塁が目立ったシーンとかもたくさんあったので、走塁もつけました。走塁 B ですね。そして流し打ち。これも芸術的な流し打ちは未だ健在ですね。おー、すげーなーっていう流し打ちがたくさんありましたからね。こちらもいいでしょう。そして内野安打丸。先ほども言った通り内野安打もね、まだまだ打ててます。なんで打ててるんだという声もあると思いますけどね、まだまだ打ってますので、この能力は絶対につけるべきですね。そして三振、こちらですよね。これもね、とにかくイチローは三振しまくりでしたね。去年はだからメジャーでワーストじゃないですか、三振率がね。それぐらいもうイチローなんかめちゃくちゃ三振してんなっていう印象ですよね。まあちょっと来季が不安ですね。今季ここめちゃくちゃ三振したので、来季もまた急激にガッと増えるんじゃないかなと不安がありますので、この三振もつけました。寂しいですけどね、イチローといえば三振しないバッターだったんですけど、ちょっと今季はね、三振のシーンが多かったね。とにかくストレートに押し込まれて三振っていうのがね、ちょっと悲しいね、イチローファンとしては。そしてね、代打丸もつけました。2013年のイチローはですね、代打ではあまりいい成績を残せずだったんですけど、今季のイチローはやはり違いますね。さすがイチローと感じてくれさしましたね。適応してですね、代打でよく打つシーンというのが見られたので、この能力もつけました。そして守備職人、これも変わらずですね、つけるべきかなと。守備ではまだまだ健在ですから、つけるべきかなと思います。そして悪球打ち、良くも悪くもイチローといえば悪球打ち。ボールになる球を、ボールの球を打ちに行く、それがイチローですからね。まあこれは昔からですから、今もね、ボール球を打ちに行くというパターンは変わらないので、これもいいかなと。変態的なヒットも多かったですしね、これもつけるべきかなと思います。特殊能力はこんな感じですね。僕もこれは結構自信ありますよ。忠実に再現できてるんじゃないでしょうかね。そして起用法には2つの、起用法をつけました。まずは1つはミート多用ですね。まあこれはイチローですからね、ミート多用はつけるべきかなと思います。そしてもう1つは身長打法。これね、ちょっとつけるかどうか迷ったんですけど、去年のイチローっていうのはね、球を見るシーンが多いんですよね。積極的に打ちに行かない、だから三振の数が増えたんですけど、これはね、今までと違って打撃スタイルを変えてきたので、まあちょっとね、身長打法違うんじゃないっていう声もあるかもしれませんが、まあ僕が見た感じ、主観的には僕が思うにはつけてもいいんじゃないかなと。それぐらい球を見るシーンっていうのが増えたんでね、まあ、その分三振が増えましたけどね。よく2ストライクまでちゃんと見た後、ストレートでズバーン三振、空振り三振っていうのが増えたんで、まあこれはちょっと身長打法をつけれるかつけないかは人によって違いますね。僕はつけました。はい、そしてですね、ピーマンが作ったイチローを使ってもらっても構いません。欲しい方はですね、この選手パスワードを打ち込んでくださいな。今画面に映ってるパスワードですね、ちょっと長いですけどね、この画面で停止して、パスワードの方見てくださいな。じゃあ作ったからには回さないとダメですよね。別の実況動画でまたこのイチローを回したいと思います。そちらの実況動画もね、多分同じ日に出すと思いますので、もしよかったら皆さんそっちの方も見てくださいな。そしてピーマンが作ったイチローもね、先ほどのパスワード打ち込んで使ってくださると嬉しいですよ。じゃあまた再現選手など作ったらご報告したいと思います。今回はこれにて終わり。ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。